駆け引きが始まっています。菅田一旦切りに出ました。増木はどうでしょうか、一旦引くか突っ張っていくか、これは3番手で受けました。さあ平原が波を作っていって、さあ後方を牽制していきます。そして3番増木がこの辺りから仕掛けていきそう。山口健也はいい位置を求めて中段、さらには寺崎あたりも中段を求めるか。いや力勝負、挑んでいきそうな動きを見せております。平原の牽制をかいくぐって、さあ寺崎が、あっとアクセント達成、南が落差転倒、先頭は3番の増木、平原が続いて、あと8番の諸橋、続くのは4番の姿和道に森沢となっています。先頭は3番の増木、番手絶好からは7番の平原浩太、さあ関東3人で決まっていきそう。3番手からは8番の諸橋ですが、番手からは7番の平原、平原が抜け出してさらに突っ込んだ2番の山口健也。今日準決勝戦のメンバー見てはどう戦おうと思ってましたか。まあ、多分みんな思ってた通り、寺崎さんと増木君が踏み合う展開になれば一番チャンスあるかなっていうふうに考えてました。まあ、打勝で関東勢が主導権取りに行ってという点ではどのように見てたんでしょうか。そうです、菅田さんができたところで増木君行って並走になるかなっていうのちょっと迷ってしまったんですけど、まあ、何度か最後届きました。まあ、ゴール勝負かなり接戦制してのこの準決勝戦一番乗りというところはどうでしょうか。日に日に調子も良くなってきて、 G3 の準決勝にも乗れないぐらいの調子だったんですけど、まあ、今日とかも結構踏めてる感じはしましたね。さあ、それではディフェンディングチャンピオンとして決勝戦を迎えます。応援してくださる皆様に最後に一言お願いいたします。入る前はあんまり連覇とか気にしなかったんですけど、やっとその2連覇に向けてのスタートライン立てたんで、明日はしっかり優勝を狙って頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、山口レースが動いていって、前に前に踏んでいく古性も前に前に、まずはどうでしょう、深谷あたりが抑えて、3番の岩本が続いて和田圭斗、ライン3人はできて、古性は一旦下げて様子を見ていきそうです。さあ古性の作戦はどうか、ここからもう一度踏んでいく、合わせるようにして深谷、さあスイッチが入りました。さあ人気の2番古性は現在のところは4番手を確保、最終選考は深谷がパイリキ、怪力パワーで押していく、逃げていく、あとは3番の岩本が行って5番の和田圭と続く。さあ2コーナー4番手立ち上がりから故障のまくりはどうか、1試合進んだあと2人だけ、故障ちょっとここは苦しい状況に追い込まれてしまったが、先頭は9番の深谷、番手先行からは3番の岩本、横に広がって1着争い、3番の岩本か。深谷選手との連携、ライン3者の2番手でした。レースいかがでしたか。いや、もう深谷の積極的なレースにつきますね。まあ、岩本選手もかなり車間切って援護の体制作ってましたよね。そうですね、もうバンクが結構重かったので先行選手きついだろうなということで構えてたんですけど、多分苦しかったと思います。古性選手が来てそのあたりどう判断されましたか。いや、動きをよく見て、もう深谷自体が強いんで、変に変なことするよりも最小限でサポートしてっていうことでしたね。さあ、ゴールを1着で駆け抜けて、これで無傷の3連勝での決勝となります。そのあたりどうでしょうか。そうですね、流れも非常にいいと思いますし、今日についてはもう深谷の頑張りにつけるんで、気持ちを見せてもらって嬉しいです。さあ、では明日はいよいよ決勝戦迎えます。応援してくださった皆様に一言お願いいたします。皆さん、毎日温かい声援どうもありがとうございます。明日も一生懸命やってみます。よかったら応援してください。お願いします。はい、決勝入り、番手の松浦はダービーはここ2年2次予選が壁だけに期するものがあるでしょう。さあ、このまま突っ張っていった、先頭は譲りません。新山恭平、三谷は出直していって、もう一度8区番手となった中堅の2人、あとは清水あたりの動きないか、4番の小林大成が現在中段の位置、体勢の方は縦一列になりました。
さあ新山強兵の闘争が始まった。山崎が続く、成田が3番手、あとは中段に4番の小林大成です。さあ清水がまずここから6番手からまくってまいります。先まくりを払っていった小林大成をねじ伏せて、松浦が後方に置かれてしまった。まくり切った5番の清水、あとは4番の小林大成から9番の武藤という体勢になった。5番の清水1着でゴール。第11レース1着となりました清水博人選手です。1着おめでとうございます。はい、おめでとうございました。さあ今日は4分戦細切れ戦でした。レースどう考えていたんでしょうか。まあ、新山さんの選考は考えてたんですけど、はい、いけるところだった感じでした。まあ、ほぼ並びが変わらないまま打勝を迎えました。あの辺りからはどうでしたか。まあちょっと落ち着いて、はい、まあ、一発勝負にかけた感じです。はい、関東が先に行ってその外乗り越えるまでというのはどうだったんでしょうか。初速良かったんで、まあ、乗り越えれるかなと思ったんですけど、乗り越えてからちょっともういっぱいでしたね。さあ今日の1着で決勝戦進出決めました。この1着手応えどうでしょうか。初日2日と悪かったんですけど、修正できたと思います。それでは最後まで応援してくださった皆様に一言お願いいたします。はい、ここまで来たら優勝目指して精一杯頑張ります。お願いします。ありがとうございました。11レース1着の清水選手でした。それでは選手が退場となります。